こんにちは、商前デザインの田中義孝です。これから幸せな家づくりのヒントを一つずつ説明していきます。家づくりの5つのヒント、最後の5番目です。食べられる家のような空気がきれいな環境、食べられるほど安全な建築材料を用いて、赤ちゃんがベロベロ舐めても安心です。塩と一緒のように食べ過ぎには注意が必要です。家はおせっさんの健康と笑顔が大切です。そんな家づくりを私は北斗市近郊で行ってます。今後住宅ローン、省エネ住宅、耐震性、断熱性などなど詳しく説明していきたいと思います。またここまで見ていただいた方にぜひ何でもいいので、ご質問いただければ調べて、こういうまた同じような撮影をさせていただいて LINE で送らせていただきます。ご視聴ありがとうございます。また配信を楽しみに待っていてください。商前デザインの田中義孝でした。